鎌田さゆり1月8日は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員。立憲民主党宮城県連代表代行。宮城県議会議員。仙台市議会議員を務めた。仙台市生まれ。両親は自由民主党本部の職員。宮城学院高等学校を経て、東北学院大学経済学部卒業。1995年。 仙台市議会議員選挙に当選し、1997年まで、同志市議会議員を務めた。1998年、自民党仙台市連合会の推薦を受けて、第18回参議院議員通常選挙に、宮城県選挙区から立候補、期限付き地域振興権の発行など、新党平和や公明党に近い政策を訴えたが、 同選局で3人目の自民党系候補であったこともあり、落選した。民主党に移籍し、2000年の総選挙で宮城2区から立候補し、当選、衆議院議員に就任した。在任中には、静岡空港建設反対の国会議員署名活動で署名者に加わっている。2003年11月、第43回衆議院議員総選挙に、 宮城2区から立候補し、再選。翌12月、鎌田や今野東への投票を呼びかける電話作戦を、マーケティング会社に、業務委託したとして、全日本電気、電子、情報関連産業労働組合連合会、宮城地方協議会議長落9人が、公職選挙法違反容疑で逮捕、起訴された。最高裁まで争ったが2004年12月21日に、 上告が棄却され有罪判決が確定これを受け、12月24日に、鎌田は、議員辞職願いを提出、自ら衆議院議員を辞職した。2005年3月22日、鎌田は、宮城2区からの立候補を5年間禁止の判決を受けた。判決後、2005年7月の仙台市長選挙に、民主党を離党し、無所属で立候補した。 民主党宮城県連は自主投票を決めたが民主党からは党代表の鳩山幸夫や鎌田と同期の国会議員数名が応援に駆けつけた。党31日に行われた投票の結果、新人で元経済産業省職員の梅原克彦が当選し、鎌田は6万票近い差で落選。2006年森の都政児スクールを設立、また、 仙台スピーチアカデミーを設立した。2012年には民主党に復党。同年12月、第46回衆議院議員総選挙に民主党公認で宮城6区から立候補したが、小野寺逸のりに敗れ、広へ復活もならず落選。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙にも民主党公認で宮城6区から出馬するも、 再び落選。2015年10月の宮城県議会議員選挙に、泉区選挙区より、民主党推薦無所属で立候補し、第1位で当選した。2017年10月22日の、第48回衆議院議員総選挙に無所属で、宮城2区から出馬。公示日の10月10日に、自動失職した。当初は希望の党に公認申請していたが、 安全保障法制の廃止を求める考えを示し、無所属として立候補すると表明した。希望の党と立憲民主党の狭間に立った鎌田は、リベラルの信念を持っている。高派とは違うと述べつつ、勝てる選択をしたいとも話した。共産党が候補を鎌田に一本化したこともあり、自民現職の秋葉ケニアと接戦となったが、 1316票差で敗れた。11月24日、年内に民進党を離党した上で、立憲民主党に入党する意向を表明した。12月16日、仙台市で開かれた立憲民主党のタウンミーティングに出席して、来年元日に入党する考えを示し、同日の民進党を宮城県連大会後に民進党に離党届を提出した。 12月28日、民進党宮城県連は、離党届を受理した。2018年1月1日付で、旧立県民主党に入党し、宮城県連の幹事長に就任。そして同月10日の登場人幹事会において、宮城2区総支部長に選任された。2020年9月29日、旧立県民主党と旧国民民主党の合流新党である。 立憲民主党は、常任幹事会を開き、鎌田を、次期衆院選、宮城肉公認候補に内定した。2021年10月31日の、第49回衆議院議員総選挙で再び、秋葉と接戦となるも、571票差で新勝し、16年、10ヶ月ぶりの国政復帰を果たした。 枝野の幸男代表の辞任に伴う立憲民主党代表選挙では小川厚也の推薦人に名を連ねた。11月30日代表選が実施。鎌田は1回目の投票では小川に投じ、決選投票では泉健太に投じた。自主公表された情報源公式サイトプレスリリース。ありがとうございます。